黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。いい機会なんでカブトムシとかクワガタの幼虫のね、病気について考えていきたいなと思います。どうもです、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。へへへへ、なんだこの笑いは。今日はですね、あるチャンネルさんからですね、荷物が届いてるんでね、オープニングでまず紹介したいなと思います。届いたのはこれでございます。じゃ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 ーん。はい、おー、じゃじゃじゃーん。はい、じゃーん、じゃーん。はい、ということでね、この缶バッジが届いております。これはですね、ヨネちゃんテレビさんからのお届け物ですね。ちょっとわがまま言っちゃいまして、缶バッジくださーいとかって言ったらですね、心よく送っていただきました。ごめんなさい。本当にごめんなさいでございます。はい。まあ、僕のね、動画を見てらっしゃる方もですね、ご存知の方多いんじゃないかなと思いますが、ね、こんなもん届いてますよ。いいでしょう。しかもですね、直筆のお手紙までいただいております。はい、これはですね、カフォにしたいなと思いますので、まあ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 、あれですね、なんか変な始まり方になっちゃったな。やった。オープニングはめちゃくちゃ明るかったんですけど、今日は全体的に暗いお話です。まずはこれです。これはね、ヨシヒナカブトのオス、ちょっと様子がおかしいんですよね。種切れが起こしそうだったんで、メスとね交尾してもらったんですけど、ほら残念ながら、生殖器がね出てしまってます。この状態になるとおそらく3日ぐらいでお亡くなりになるだろうなと思いますね。最後頑張ってくれたんですが、こんな結果になっちゃうなんてね。ただまあ、子孫はね、ものすごくたくさん残ってますので、大事に育てたいなと思います。ね。長い間お疲れ様でした。はい、この子はね、一応餌与えてね、保管しておきたいなと思います。正直、この状態になったら、今まで助かった例がないので、多分無理なのかなと思ってます。でもまあ、最後の最後にね、大仕事してくれたんでね、本当感謝しかないですよ。ね。まあ、できたら生き残ってほしいです。すぐにゼリーをね、食べてますけど、ね。あれが引っ込んでくれたらいいんですけどね。まあ、そっと置いておきましょう。それでは今日の本題に入っていきましょう。今日の本題はですね、この子についてのお話になります。この子は、ババ黄金オニクワガタの幼虫。オス 72×メス 48 長子血統、かなり期待ができた子なんですが、ちょっと様子がおかしいんですね。どうおかしいのかと言いますと、最近まで元気に動き回ってたんですけど、おかしい様子がね、体の色もおかしいですし、動いてないです。はい、前回の動画でも出てきた子なんですが、やっぱりどうやらお亡くなりになってしまったようですね。ババの幼虫がね、このような形で途中で死んじゃうのはとても珍しいですね。ということで、まずこの子を取り出してみて、そしてですね、どうして亡くなったのかなというのをね、考察していきたいなと思います。今日はこれがテーマですね。オープニングはとっても明るかったんですけど、とても暗いテーマです。はい、ではとりあえずね、掘り出しをしていきたいなと思います。いやー、こんな形でね、幼虫を掘り出すっていうのはちょっと辛いですよね。まあでも少し亡くなったことね、対話して原因をね、考えていきたいなと思います。
うん。馬場といえばですね、実は今オークションに出品しました。先日ライブで掘り出したこの一部なんですけど、まあこの時期にどうかなと思ったんですが、僕もまあやっぱり生活をかけてますので、すいませんけども出品させていただきました。うん、ちょっとね、気持ち的にはね、少しこう、なんかなと、辛いなという気はするんですけどね。賛否両論いろいろあろうかと思いますが。はい。出していきましょう。まず、上の状態なんですが、良くないですね。うん。ここまで、この上がですね、瓦で、なっちゃってんのも、まあ、この段階では結構珍しいかなという気がします。うん。出していきましょう。瓦硬いですからね。そうですね。中の方はちょっと予想よりも固めですね。固まってしまっているのかも。そうですね。全体的に硬いですね、これは。ああ、硬い。出ましたね。体がへしゃげてしまってます。間違いなくお亡くなりですね。うん。今この姿を見て一応二つ浮かんだことがあります。一つはね、ゴム化がすごく進んでて菌糸がとても硬かったですね。消化不良で排泄がうまくいかずにですね、お亡くなりになった可能性もあるかなと思います。で、もう一つ思ったのは、この幼虫のちょっとこう、体の状態を見てですね、少しこう透明な感じがするので、ひょっとしたらブヨブヨ病かなという気がしなくもないですね。うん。あー、なるほどですね。うん。おそらく僕の中では前者かなという気はするんですけど、病気とか他の原因も考えれるかなと思います。外に出てきてもらいました。もう体の中の方はもうスカスカになってますね。ついこの間まで生きてたのにちょっとこの状態かっていうね、かなりショックは大きいですね。うん、そうですね。やっぱ体透けてる気はやっぱしますけど、どうなんだろう。病気っていう可能性もありそうですね。いい機会なんで、カブトムシとかクワガタの幼虫のね、病気について考えていきたいなと思います。まずはさっきも言ってたんですけど、ブヨブヨ病っていうのがありまして、体が透明になっていってですね、水ぶくれのような感じになって、そして最後には死んでしまう病気ですね。うん、あれになった可能性もないとは言えないかなという気がしますね。実際黒猫はですね、これがブヨブヨブヨだっていうね、の見たことがないので、なんとも言えないんですけど、画像を検索するとね、いろいろ出てくるかなとは思います。そして病気といえばですね、黒点病というのもありますね。体に黒いシミのような点ができて、それがまあ広がっていって最終的には黒くなって死んでいく病気です。これはね、おそらく最初に飼育したギラファ、うん、あれがね、黒点病だったみたいなんですよね。それでですね、シオさんからもご指摘を以前受けたことがありまして、これが黒点病なのかってね、考えたこともありますね。次はマットや菌糸の状態について考えてみましょう。水分が多すぎるとですね、マットが腐ってダメになることがあります。うん。で、まあ、それに伴って再発酵したりとかですね、そういう弊害も出てくることがありますね。うん。逆に水分が少ないと脱水になっちゃいますよね。で、幼虫が死んじゃうパターン。
あろうかなと思います。あと近視の場合はですね、さっきもですね、瓦菌糸の場合良くなるんですけど、ゴム化って言って硬くなるんですよね。あれ、幼虫の餌になりそうな感じしなかったですね。それをまあ食べてて、で、ちょっとお腹壊しちゃったとかね、ふんずばりになっちゃったとか、そういう可能性はあろうかなと思います。次に考えられるのは、ガスの発生ですね。例えば、再発酵が進んでですね、ガスが発生しちゃって酸欠になって死んじゃうパターン、これはですね、菌糸でもマットでもあろうかなと思います。うん。次にマットとかがですね、熱を持っちゃうことですね。さっきの再発酵の話で、再発酵しちゃうとマットの中が熱くなっちゃうんですよ。それで熱でやられちゃうと、そういうこともねあろうかなと。まあ熱中症のような感じでしょうか。これも気をつけないといけないですね。そして菌糸ボトルの場合はね、菌糸に巻かれるということもあります。これはまあ小さい時に起こりやすいんですけど、うん、まああれぐらい大きくなって菌糸に巻かれるっていうのもなかなかないかなという気はしますけどね。菌の勢いが強いとそういうことも起きますね。そして考えられるのは、体に傷がついちゃった場合、うん、硬い部分に当たって傷がつくこともあろうかと思いますし、自分で噛んでね傷つける場合もあろうかと思いますし、また餌交換の時にね不用意に傷つけちゃうこともあると思います。で、傷がついた場合は細菌がまあ感染しちゃってですね、そして死んじゃうと、そういうことが起こるんですね。最後はセミ化っていうのもありますよね。これはまあちょっと珍しいパターンなんですけど、まあ要するにセミになっちゃうってやつ。以前もそういう動画作ったことはあるんですけど、例えば温度管理を失敗してですね、適切な温度管理ができていなかった場合、うまく溶化するタイミングを外しちゃってですね、結果溶化しなくなって、で、まあじわじわなくなると。うん、以前飼育してたマンネでヒナカブトとかもそのパターンだったのかなと思いますね。全然溶化しなくて、そして最後には死んじゃったと。うん、そういうセミ化っていうのもあるっちゃありますね。はい、いろいろ話をしてきましたが、今日はね、まあメインテーマは幼虫が死んじゃう原因についてでした。まあこんな動画もね、たまにはあっていいかなと思います。で、まあさなぎで死んじゃってる子も中にはいるんでね、その考察についてもまたね、作ったらどうかなと思いますが、今日は結構長くなったので、こんな感じで終わろうかなと思います。はい、他にもね、死んじゃう原因がね、いろいろあると思うんで、まあ情報共有できたらなと思いますので、コメントなんかでね、これもあるんじゃないですかっていうのは書いてくれたらなと思います。はい、では今日はね、これでお別れです。よかったらまたね、コメントなんかください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォロー